いこんばんは。はいこんばんは。はいこんばんは。はいこんばんは。あ。どうしますか。音ちょっと出しますか。今日井上さん来ないんだ。そうなんですよ。知らなかったし。なんで3人かと。それちょっと後で。それちょっと後で言うんだ。ちょっと後で。ちょっと音出してみて。あ、ちょっと近い。近いよ。寄り添うようになんか当たっちゃうから。なんか立ち位置おかしい。こっち俺こっち向いてる。あ、ちゃうちゃう。逆。え？三人なの。三人なの。あ、ですか？はい。それともギャーンってやる？ギャーンってやる？じゃあギャーンってどうぞ。紹介じゃないや、バンド紹介ねします。いきなり3人出てきてなんかギャーってわーってキャーとか言ってましたけど、本当はねもともと一番最初に清に来た時5人いらしたんですけど、なんかどんどん減っていって今日はなんか本当は4人だったんだけど1人なんか減っちゃって3人出てきましたけどね。はい、じゃあ、参加に向けての意気込みを発表したいと思いますが、お袋をもう一杯っていうなんかすげえ濃い字でね書いてね意味わかりませんけど、これ意味わかる人いるのかな。あ、水曜 PM9 時55分フジテレビで放映中、多分推してる番組なんですかねこれね。どうでもいいです正直今日どうでもいいですみたいなね。じゃあ待ってたら来てくれるのかな。一応紹介しましょうかね。平日ヘロインザキヤマジローバー Z の皆さん、皆さんは何ですか？僕たちは吸音芸人です。I love Q音。I love Q音。I love T-Rex。アンドリュー・ジョーンズです。日本一
ちのチームの4番バッターです。いやー、僕たちはね、九音に育てられてここまで大きくなりました。皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。実はですね、3人しかいないんですね。あのね、ギターがね、今日まだ勤務中ですね。急にね、昨日の夜に今日ごめん、行けなくなる可能性大だっつって言われて、で、あの先ほど確定しまして、今日タクちゃんがいません。じゃあ、畑瀬ね。じゃあごめんなさい、ちょっと言わせてください。タクちゃん、じゃあ以上で。ホタセ。しまった。やろう。早くやります。ちょっと今日イケメン不在なんですけど、唯一のビジュアル系がいないんでね。ちょっと申し訳ないですけども。あ、それね、後ろ向けてこうやって振ってると DVD に映るんで、ちょっといい感じで、前回ありがとうございました、本当に。中国まで届いておりました。今日はね、今までかなりギターに助けられてたとこがあって、今日はね、フィルターなしでね、下手くそサウンドがね、皆さんの耳の中でボンといくんでね。気をつけて。演奏面は本当すいません。今日は笑いの量でみんなに貸したいと思います。イエーイ。そうね、僕も今日マイクもらえたから喋っていくから、やろう。あ、やるの。ちょっと今日はね、残念な映像なんですけど、正解の映像は後ほど、YouTube でアップしますので、そちらをご覧ください。今日は全て忘れてください。では20分間お付き合いください。よろしくお願いします。では1曲目、ロケットダイブ。Andrew
れは珍しい、1回しか勝ちを間違えなかったですね。ヒデ降りてきました、ありがとうございます。さっきの曲でね、お分かりの通りね、今日はギターソロは口でやります。もう苦肉の策です。口でやります。多分ね、何曲か知ってる曲あると思うんで、皆さん口ずさんでください。そう、特にギターソロを一緒に口ずさんでいただければ、スキャットマンジョーみたいな感じで、パーパラパーパラパパラパパーみたいな。すいません、それこの曲で終わりだから。あーつ、続いては皆さんご存知、ザキヤマジローオリジナルのですね、やろうっていう、あれあんま反応薄いな。あんまり、まあ、知名度はまだない。まだないですね。これがどんどん私たちもね、はい、知ってる、知ってる、300円出してくれます。僕たちもね、安いね、格安だね。安い、衛定と一緒だもんね。衛定知ってる人少ないから、20円ぐらいで、ちょっと後で。ね、そしたらね、何かありますか、この曲に対する。この曲ね、まあ一応もともと、僕が作ったんですけど、よっ来るぞ。大したことはないです。なんすかね、もともとね、うちのバンド6人でやってまして、最初キーボードとギターがもう一人いたんですよね。でギターのやつがね、吸音とかで練習する前に死んじゃったんです。嘘いや、バーって弾いてた。ライブ中にね、感電して死んじゃったんで。死んだ設定になってます。死んだ設定になってます。ホームページを見ていただければ。ちょいちょい番宣を挟んで。でね、キーボードもいたんですけどね、去年のスペキンとか出てたんですけど、だんだん、フェードアウトしていってね、でなかなか来ないんですよね。そんなキーボードのために歌った曲なんだけども、まあザキヤマジローをイメージして作った曲です。最終的によくわかんなくなったので。これはですね、僕たちがね、これから何かを始めようとしている皆さんに、ね、向けてね、送ったね、応援歌です。それ、いいね、それです。本当に、なんで本当です。なんで作った人より言えんの。まあいいや、それ。じゃあ、ちょっと、行きますか。行きましょう。聞いてください。やろう。Yeah.
になってね、僕らみんなビール飲んじゃってね。すいませんね、本当にね。飲酒演奏ですね。来るぞ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 。来るぞ。あのね、もう2度目はいいでしょうね。あのね、これは前回のね、ここで私がいなかったんですよ。ギターはいたんですよ。私がいなくて、それで作ったサンプラーなんですよね。そうそう、説明するのもね、恥ずかしい。これね、全部ね、ウオタミで撮りました。今は泣きね。副店長捕まっちゃったからね。相模大野のウオタミでね。これは YouTube に載るんだから、そういうのをやるまたアップできなくなるんだからさ。続きましてなんですけれど、季節柄、皆さんね、この流れだとね、季節柄がね、どうもね、夏の流れになっててね、チューブとかね、チューブとかね、本当はね、やりたいんですけどね、僕たちはね、素直なのでね、ちゃんとクリスマスの歌をね、そうなんですよね。来るぞ。今どっちか分からない。ウォータミです、ウォータミ。ウォータミなんですよ。じゃあね、ちょっとやります。チキンライスっていうね、歌を去年このね、T-ROCKSでやらせてもらったんですけど、やっぱね、食べ残しをそのまま出すどっかの居酒屋とは違ってですね、僕たちはちゃんとアレンジを加えてね、また今日ここに持ってきましたね。お激辛味でやりたいと思います。いきますか。今の流れでいくはずだった。すみません、お願いします、はい。
全然引けねえ。熱い。やっぱね、8番目ってね、しんどくてね、あのね、2時からみんなのね、曲がすごすぎてね、一人ではしゃいでたら、もうね、自分の時のね、体力がないですよね。もうね、こんなこんなで、最後の曲になってしまいました。もうありがとうございます。もうなんかすみませんね、本当にね。ありがとうございます。ありますね、本当ね。ね、じゃあここで、これやめる？最後やめる？やめようか。やめる、うん。お腹いっぱい。お腹いっぱい。恒例の。恒例の。うっ血ですよ。うっ血です。右手がね、この衣装をね、うっ血するんですよ。本当にもう恒例のね。うっ血するけど着てくるっていうね、このね、スーパー M なね。感じがもう本当にしょうもない。高齢の鬱血って言おうと思って、高齢っじゃあもうまで、メンバー紹介をね、やらしてもらっていいですか。ごめんなさい、もうなんか毎回毎回見飽きてると思うんですけど、すいませんね、ちょっと。じゃあ行きますよ。リーダーベース、ジョンビー山さんでね、あのカツオが波平に怒られた後に街に繰り出す時の BGM です。明日ちょっとね、多分流れると思う。ドラム、どちら止め、ワンハンドレッド、おいしょー。ワンハンドレッドって何？無事ドラムがね、100キロに到達しました。いえ、多分推定105キロ。今朝99だったんですか。いや、ビール3本ぐらい飲んでるから、ね、じゃあつま、ギター果たせー。ありがとうございます。ここでね、ほんとはね、ギュイーンってが来るんだよね。タクシャー、仕事頑張ってくれ。アジー・オズボーン。ヒロシすいません。マイクちょっと調子乗りました。アジー・オズボーンがなかなかビジョビジョでね、こうなんか喋らせてほしいみたいなこと言うんですけどね。モロハの件。とっとと終わらせます、ごめんなさい。ね、最後の曲は日本を代表するエンディングテーマです。今回最後の鳥ということで、最後の曲をこの曲で締めくくらせてください。いきますか。いきます。じゃあ聴きください。人間っていいなyeah
ですね。ありがとうございました。ちょっと最後なんで私上に上がろうかと思いますけれども、それが狙いだったんですね。ちょっと本当ソロ T シャツ試しに来ます。ソロ T シャツどういうことよ。いつの間にソロなんか著作権の侵害じゃないのこれ。これいつ、いつの写真これ。どうこれは通販で販売します。ちょっと待って、私さもう 見てから最初の1曲ぐらいもう頭がぐるぐる目がここにばっかりいって全然さ曲聴けなかったんですけど、これ買い取らせてもらわないと私ちょっと困るんだけど。あのね週末ヒロインのね下りをね取られちゃったからね。週末ヒロインの下り、ね、の紫と紫茶色。ああ、そうなんだ。あれあれ誰だっけ。これはちょっとわかんない。これ部外者です。そうなんですね。びっくりしちゃいました。今日も CD 配るんで、もらいたい方もらってってください。あ、と土地おとめなんだっけ。土地おとめなんとか、土地おとめ25です。25の、はい、はい、CD をね、あれなんですよ。すごく配ったりなんかしてるんですよね。5番サンプラー抜きますのでお願いします。はい、じゃあこれでですね、全8バンド8組の演奏終わりましたが、ああ拍手拍手拍手、ありがとうございます。おりましたが、最後に、セッション曲をねやろうかと思います。大体各バンドに1名様あたりぐらいで、セッションのメンバーお願いしてる方いらっしゃいまして、準備をお願いします。コーラスマイク生きてます。あとセンターマイクも活かしておきますので、はい、前4本のマイクあります。一応呼び出しますかね、ゆるりと。ボーカルがザキヤマジローさん、タスクさん、あとコーラスに、あれだ、とりあえず吉野家さんとこですね。あとサブリジックだっけ、思い出せない。とあとはギターがセミオートストレンジャーズさん、あとタスクさん、ベースがソリレス Z さんで、ピアノがシミケンさん、ドラムはノーカラーさんですね。はい、セッションメンバー選ばれていらっしゃる方、じゃあどんどん上がってください。あれです、セッションメンバー選ばれてない方もコーラスとかダンスとか、あと打楽器、はい、あとですね、パーカッション系を持ってきているんですね。その辺あるかな。はい、で結構大丈夫ですかね、このステージ。あ、はいはいはい、いっぱい人が上がっちゃって大丈夫かしら。